ムータイ。おはようございます。さて今回は格闘家 YouTuber の一日密着を撮っていきます。39歳を迎えたキーちゃんのリアルな一日の様子をお楽しみください。ちなみにガチの寝起きでカメラを回した結果オープニングトークを撮り忘れてしまったのでこうしてナレーションを入れています。これがキーちゃんのリアルということです。それでは最後まで楽しんでってね。朝一発目はランニングっすか。起きたら寒いじゃない。はい、あったかいものだな。走る。あったかいものは何を飲むんですか。豆乳。だいたい何キロぐらい走るんですか。だいたいは8キロっすか。昔はね10キロ走った。30代ぐらいから10キロ。なんで8キロになったんですか。ゆきおさんは何歳からずっとやってるんですか、ランニング。まあ陸上部ってことで言うなら12歳から走ってるね、12。え、マジっすか。12歳だから、そうだね。まあ格闘技を始めて15歳だから、15歳から走ってるけど、はい、その前だから陸上部から12歳だから。陸上部の時はランニングはしてなかったんですか。してたんですか。その部活でしてたよね。あ、はい、もうだから地球2周ぐらいしてんじゃないですか。ガチっすか。ガチでしてると思う。地球はしてると思う。やば。4万キロでしょ。はい、木戸さんの足、地球じゃないですか。それはどういうこと。今月の、YouTube のちょっとアナリティクス解析と、まあ、今後の会議について始めさせていただきます。よろしくお願いします。格闘家でもコラボしたいね。そうです、うん、なんか格闘家っていうか、その格闘技やってる人とコラボはやっぱいいかなと思うね。戦えるし、まず練習にもなるくらい。確かに練習になる。例えばどんな方がいますかね。試合する人はダメらしいんで、うん、だから、まあ、まあ実際のリアルファイトで試合するっていう人じゃない人とこう、うん、それこそボディ打ちでもいいし。だからまあ登録者も今7ヶ月半でしょ。でまあ5万もうちょっとで5万か。そうですね。千何百800とか。はい、来年はちょっとね、10は絶対行きたいね。10は行きたいですね。銀の盾欲しいですね。銀の盾欲しいね。来年夏ぐらいまでにちょっと10行きたいね。うん、目標としてはちょっと本当そのとこお願いします、本当に。夏までにまずね、銀の盾ちょっといただきたいので、夏までにお願いします。ポチッとお願いします、本当に。本当にね、血の巫女がいるんです、血の巫女が。うちには血の巫女がいるんですよ、本当に。お願いします。着こなしてんな、なんか。やばい。わかります？なんか着こなしてるこの感じ。そうですね。なんか芋っぽいっすね。みんなでこんな格好おもろいな、ちょっと。ちょっとおしゃれに着れるように。あのこれが、Tチャンネルのディバイナーさんとコラボしてる。めっちゃ可愛くないですか、これ。欲しいがこれやっぱり。はい。パジャマ。パジャマに欲しい。パジャマに欲しい。これで原宿は歩けない。これで原宿は俺も歩けない。これいいっしょ。いいですね。いいっすね、はい、これでちょっとこの冬はこれで乗り切ろうと思っております。いつもより盛ってますね。ちょっと盛りましょう。大胸筋も盛る。マジ？バックハンドブロー行こう。はい。撮りますよ。でこれライティングはこういうふうにして、はい、木戸さんがその YouTube 撮影でまあなんか結構気にしているところとかってなんかあります？あ、まあやっぱその画角だったりとか、はいはい、明かりだったりとか、やっぱ結局その画面でしか見えないから、だから画角がずれてたりとか、はい、暗かったりとかして、あとなんか画質が悪かったりとかしたら、まあ、見たくないなと思っちゃうの、俺は思っちゃうから、うん、そこめっちゃこう気をつけますよ、ね、なるほどなるほど。まずは、まあ、そこはなんか基本として最低限のところですね。学ぶとか、
回るといいけど、ここで一旦こう打たれて相手からこう、パンパンパンで打ってるけど、この相手の力利用して打ったんですよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構いい感じだったですね、今日の撮影。まあ、うん、そうですね。あんまこう技を教えちゃうっていうのはあんまないから。どうしようか。もう一個ず。時間的には全然大丈夫。時間全然いい。じゃあこの流れでもう一本。もう一本やっちゃいましょう。そうですね。はい。何の技を教えちゃう。いや、そこなんだよ。死活問題だからね、これ。何の技を教えちゃうって。秘伝のタレを教えちゃってる。秘伝のそう秘伝のタレのレシピを教えちゃってる。そういうことよね、うん、秘伝じゃなくなっちゃうんですもん。そうただのタレタレ美味しい美味しいタレコンビニで売ってるタレになっちゃう。じゃあちょいちょいなんか嘘を混ぜましょう。YouTube でフェイント入れましょう。なるほど。嘘を見抜けるか。ちょこなんか練習なんで。ああ。はい。お疲れ様です。水買います。お疲れ様です。そこはもう時間がねすぐよ、すぐすぐなんだよ、練習は。大体練習はどのくらいのスパンでやってるんですか。撮影とか、はい、仕事とか予定がないんで、あ試合ない時でも4くらい、4か5は。お試合前は濃い5日、濃い5日間をやるようにしますよね。はいはい、おい今の今まで撮影だったからこのまま練習するんです。じゃあ汗で流れてくる。あ撮影してたりとか、はい、してても練習はこうちゃんとやるという、それがなんか僕のスタイルですかね。長い期間ずっと練習をしないっていう期間は作らないですよ。あ、じゃあ木戸さんと並べて、はい、行きます。はい、行きます。お願いします。右のノウハウを覚えてるのは来月からわかんないから少しできる。練習ではあんまりボケたりしないの。ボケれるか。これ今塗ってるのは太陽です。あのタケルさんとやったやつ。これが塗ると、これを塗ると温まる。体がバーッと熱くなって、サロンパスみたいなやつ。パンチが起こってきてね。うわーっと日々勉強。そうですね、やっぱその後輩の選手とやっててもなんか学ぶことっていうのは、もちろんなんなら上手い人っていうことかでやるより、はい、そっちの方が学ぶことが多いんじゃないかな。技を、はい、いっぱい試せるし、新しい技が来るから、うん、若い人がフレッシュだから、何がやってるんだろう。打ち下ろしがあるね。打ち下ろしが、打ち下ろしがこう、こういう感じだから、足の重さをしっかり、こう、スライド重さ。
ネタで強くしないといけない。なるほどなるほど。腹筋だけやってるんで。おっと、おっと、はい、もういい、いい、そんなもんか練習のせい、いい、いい、おお、お疲れ様です。明日はキーちゃんバースデーパーティーな、六本木で、はい、6本で。じゃ今日はもうこれでひとまずおしまいって感じですかね。いい、今日一日はこっから始まるんだよ何を言ってんだよ。長いですね、木戸さんの一日。そう使っていかないんだよ、やっぱ時間は。タフだな。もったいない、もったいない、タフなんか一番今日一元気な感じですね。なんか麻雀を前にして、こっからそれ楽しみですよ、ね、まあそんなわけで、はい、お疲れちゃんです。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、チャンネル通知よろしくお願いいたします。もしこの後僕がドロップキックを受けたとするのならチャンネル登録よろしくお願いいたします。Ha ha ha.